コンゴ川、コンゴ川、ンザビコンゴ、マトワコンゴは、中部アフリカのコンゴ盆地を蛇行しながら流れ、大西洋に至るアフリカ大陸二番目の長さ、4 7 0 0トル、を誇る河川である。コンゴ川の名は、コンゴ王国にちなむ。コンゴ川の源流は、大きくとの二つからなる。コンゴ川の本流は、ルアラバ川とみなされることが多いが、ミシシッピ川、 支流の水り川の源流からの距離で全長を計算しているのように、川の長さは最長支流からの長さで計算することが慣例であるため、今後川の長さは最長支流であるチャンベジ川の源流からの長さで計算されている。ルアラバ川の源流からの長さだと 4370km、チャンベジ川の源流からの長さだと 4700km となる。 コンゴ川本流の上流部であるルアラバ川はコンゴ民主共和国南東部の南部ザンビアとの国境近くに橋を発するそこからほぼまっすぐに北進しアフリカ第一交代西側のミトンバ山地に源発する支流を合わせながら水量を増してゆくもう一つの源流であるチャンベジ川はザンビアの北東部タンガニーカ湖の南側の山地に橋を発し南西へと流れて バングルエウルコ東端に流入する。バングルエウルコ南端から再び流れ出すが、ここからはと名を変える。ルアプラ川はしばらく南下した後大きく、こう描いて、今度は逆に北上する。このこの部分からムエルコに注ぎ込むまでの区間は、コンゴ民主共和国とザンビアとの国境をなし、東岸がザンビア領、西岸がコンゴ民主共和国領となる。ムエルコ南端に注ぎ込んだ川は、 北端から再び流れ出すが、ここからはルブア川という名称になり、ほぼ北西へと進む。この両河川はカタンガ北部ので合流し、ルブア川側へと注ぎ込む形となる。ウリンジ川はさらに北進し、その北でタンガニイカ湖から流出するも合流する。本流はさらに北進を続け、キンドゥからウブンドゥまでの約3 0 0トルは急流もなく緩やかな流れとなる。 ウブンドからキサンガニのすぐ上流にあるまでは再び、急流となるが、キサンガニから、下流の金車様では、緩やかな流れに戻る。ボヨマダキでは赤道を越え、また、ここから、下流は、コンゴ川と名前を変え、こう描くように流れを西へと向ける。キサンガニから金車様での1 7 0 0トルは、流れも太く安定しており、 高低差も40メートルに過ぎないため、急流もなく、今後民主共和国における物資輸送の大動脈となっている。このため、交通の結節点となった木山川にはこの地域の物資の集産地として発展し、今後民主共和国北東部地方の中心地となった。今後川はやがて南西へと向きを変え、無番だが周辺で、再び赤道を南に越える。 ムバンダカの下流で中央アフリカ共和国及び、コンゴ共和国とコンゴ民主共和国の国境をなしている大支流バンギ川と合流する。ウバンギ川との合流点からは、西岸のコンゴ共和国東岸のコンゴ民主共和国との国境となる。さらにその南で、コンゴ南西部からアンゴラ北東部を流域とする大支流火災川と合流て近社サブラザビル付近で、 幅が 25km にも広がり、マレボコを形成する。マレボコは、安定した水流の末端に位置するため、河川交通の終着点となっており、この交通網の結節点として、フランスがブラザビル、ベルギーがレオポルドビル、現金車差を建設して、それぞれ流域の首都とした。マレボコより、下流は、今後民主共和国領となるが、ここでは、 今後盆地の端にあたるを横切って流れるために、インガダムと呼ばれる急流となり、350km の間に30以上の急流があり、一気に 260m も高度を下げる。特に高低差の激しいところでは 12km、流れる間に 96m も高度を下げるため、激流となっている。この激流は、船の航行を阻み、 今後盆地奥地へのヨーロッパ人の侵入を長い間阻んできた。約3 5 0トル続く。この激流を越えると、高度は海面近くにまで下がり、リビングストン滝の滝壺に当たるマタディからは再び安定した流れに戻る。マタディからはマニシ流路を取るようになり、ボマを経てで大西洋に注ぐ。この区間は北岸が今後民主共和国領、南岸が アンゴラ領で再び国境をなすようになる。川口はデルタを形成せず、一本の太い流れのままで大西洋に注ぎ込む。流域面積は368万平方キロメートル、平均流量は39,610立方メートル S である。流域面積と流量はアマゾン川に次いで世界2位であり、流域の熱帯雨林もアマゾン川に次ぐ広さを持つ。 流域中部は、赤道直下で一年中雨が降り、またぼよまだ木の南で北に赤道を越え、無番高近郊で南に赤道を越えるため、支流が赤道を挟んで南北に分散しており、雨季の時期が各支流によって違うため増水期が分散しており、そのため本流の流量はほぼ一定である。近車差における今後川の流量、年から年の 平均データ。支流も含めての流域関係国は、コンゴ民主共和国をはじめ、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、アンゴラ共和国である。1971年から1997年までは、ザイール共和国、現在のコンゴ民主共和国おいては、ザイール側と呼ばれていた。この名称変更は、ザイールの独裁者であったモブツセセセコが唱えた、王端ティシテ、 オーセンテ戦サイと神聖化の異政策のもと、ヨーロッパ由来の地名をアフリカ本来の地名に戻すためと称して行われたが、旧称のコンゴがコンゴ王国時代から続くバントゥー本来の故障であるのに対してザイールは15世紀にこの地方に来たポルトガル人がこの大河の名称を地元住民に聞いた際に答えた、うざり大きな川を ポルトガル人がザイールと聞き取ったことによって成り立った欧州側の故障であり矛盾が生じていた。このため、コンゴ共和国側においてはこの川はコンゴ川と呼ばれ続けていた。1997年にモブツ政権が崩壊すると政権を握ったローラン・カビラはザイール側との故障を廃止して旧正のコンゴ川へと復帰させた。コンゴ川流域は 紀元前2000年頃には狩猟採集民であるピグミーが広く分布していたと考えられている。その後、現在のカメルーン南部周辺を起源とするバントゥー系の住民が大拡張を開始し、紀元前1120年頃にはそのうちの西、バントゥー系がコンゴ川流域に到達。紀元元年前後にはコンゴ川流域に広く居住するようになった。 西番通系は食料作物としてヤムイモと油ヤシを持ち焼きバタを行った。また鉄器製造技術を持ちこれを使って密林の奥へと勢力を拡大していった。期限1年頃には一旦アフリカ大陸東部へと移住した東番通系が今後ガー流域への入植を開始した。彼らはソルガムや四国ビエといった穀物の栽培技術を持ち密林よりも サバンナなどの開けた土地を好んだため、西バントゥー系との住み分けに成功し、両者はやがて混じり合っていった。また、彼らによって五世紀頃に、アジアからバナナの栽培技術がもたらされる。バナナは、ヤムイモより栽培しやすく、生産性も非常に高かったため、コンゴ川流域に芝叩く間に広がっていった。しかしながら、コンゴ川流域、 特に中流域には広大な領域国家は成立しなかった。わずかに川口域に今後王国などが最上流域にとなどが成立したに過ぎない。これらの王国はインド洋からアフリカ内陸部へと至る交易ルートを力の源泉としていた。この状況が変化するのはポルトガルが大西洋を南下しこの地域へと到達した時である。1482年。 ポルトガル人のディオゴカンがコンゴ王国へと到達し、ポルトガルとコンゴとの間に交易が開始された。両国の関係は当初対等で互恵的なものであったが、やがてヨーロッパ世界で奴隷の需要が激増するに従い、奴隷を大量に移出したコンゴ王国の力は弱まっていった。一方でヨーロッパ世界との接触は西方への交易ルートが開けたことを意味し、 コンゴ川流域は次第に西のポルトガルヨーロッパの交易か東のインド洋アラブの交易圏へと組み込まれていった。しかしヨーロッパ人はリビングストン滝の急流にアラブ人は東岸からの距離にそれぞれ阻まれてコンゴ川中上流域へと到達することはできなかった。ヨーロッパ人との接触によって1600年頃には 今後川流域に新大陸原産のキャッサバが持ち込まれた。これはバナナよりさらに手間がかからず、さらに痩せた土地でもよく生育したため、キャッサバの導入は再びこの地域に農業革命をもたらした。19世紀に入ると内陸部にも海岸部の勢力が入り込んでくるようになった。19世紀前半、オマーンのサイードサイードはインド洋のザンジバルに拠点を置き、 内陸部との交易に力を入れた。このため、東のインド洋沿岸から伸びてきたアラブ人による奴隷貿易ルートの末端が今後川中流域へと到達し、ティップ、ティップなどのアラブ人商人が今後中流域へと入り込むようになった。一方この頃からヨーロッパ人も今後川の流域に少しずつ目を向けるようになってきた。といっても今後川流域には、 ナイル川やニジェール川のような古くからの大文明はなく、したがって探検の主目的となるのはもう最末期となってからである。しかし、コンゴ川とニジェール川やナイル川が何らかの関係を持っていると考えるものは多く、この両河川の探検に関連してコンゴ川の流域は少しずつ明らかになっていった。最初にコンゴ川が探検対象として注目を浴びたのは、 ニジェール川の河口の探索に関連してのことであった。1796年にニジェール川にヨーロッパ人として近代で初めて到達したムンゴパークはジェール川が内陸で大きく湾曲してコンゴ川となって大西洋に注ぐと考えており、これを確かめるために1805年に第二回探検に出発したものの川口まで残り3分の1の地点で襲撃に遭い命を落ち取った。 しかしこの主張は、ある程度の指示を得ており、この推測に基づいて、最初のコンゴ川探検が企てられた。1815年、イギリス海軍省は、ニジェール川の河口を探索する計画を立て、セネガル川からニジェール川上流域へと向かい、そこから川を下って川口へ向かう隊と、コンゴ川の川口から遡ってニジェール川の上流域を目指す隊の二つを出発させた。 ジェームズ・キングストン・タッキー大佐を隊長とする、コンゴ川隊は8月に下工を進発したものの、熱病によって2ヶ月で引き返し、白人隊員54人のうち21人が死亡する事態となった。この探検の失敗によって、以後河口からコンゴ川を遡って探検する者はいなくなり、コンゴ川のルートは上流からの探検隊によって解き明かされることとなった。ついで、 コンゴ川流域に探検隊が訪れるようになるのは、ナイル川の源流探査の機運が盛り上がるようになった1850年代のことである。1858年2月13日、ナイル源流調査のため、東からやってきたジョン・ハーニング・スピークと、リチャード・フランシス・バートンが、コンゴ川の源流域にあたるタンガニー加工を発見した。しかしバートンはこれをナイル川の源流と考え、 スピークもタンガニイカコに流れ込むルジジ側の調査を行ったもののタンガニイカコがどこにつながっているかについては無関心だった。ナイル川の源流論争は大論争となりやがてこれに決着をつけるべくすでに名声を得ていたデイビッド・リビングストンが探検を開始した。しかしリビングストンはこれまでのどの説も間違いだと考えておりタンガニイカコのさらに南、現在の知識で言えば ちょうど、今後川の源流域こそ、ナイルの源流域であると考え、その地域へと探査に向かった。1866年に出発したリビングストンは、ムエル湖を発見し、川を下ってるあらば川中流の交易都市にグ宮へ、までたどり着いたものの、病によって、タンガニいカ湖畔の宇治寺へと引き返した。1871年に、宇治寺で、ヘンリー・モートン・スタンディーと出会い、 呼吸を受けた、彼は再び探検を続けたものの、1872年5月1日に、バングエルエウルコの湖畔の村で息を引き取った。リビングストンは、スタンリーとの解雇後、再び行方不明となっており、これを探し出すために、イギリスの王立地理学会が、バーニー・ロベット・カメロンを隊長とする探検隊を派遣したが、途中の風、現在のタゴラで、 リビングストーンの棺を運ぶ従者たちと出会ったため、カメロンは目的をこの地域の探検に切り替えて、さらに精神し、タンガニーカ湖から流れ出るルクガ川を発見し、さらにこの川を下って、ニアングルへにまでたどり着いたが、ここで危険だというティップティップの助言を受け入れ川下りを断念し、翌年ベンゲラへとたどり着いた。最終的に、コンゴ川の流路を解き明かしたのは、ヘンリー・モートン・スタンリーである。 1874年に探検を開始した。彼は、ビクトリア湖を就行してナイル川の源流を確定した、後、南下して、タンガニー河湖からニアングルへへとたどり着いた。ここでティップティップを説得して、川下りに協力させ、川を完全に下って1877年に河口に到達。これによって流路が、ヨーロッパ人にほぼ知られるようになった。コンゴ川の流域が、 ほぼ解明されると、ヨーロッパ諸国による植民地化の波がこの地域にも押し寄せることとなった。とは言っても、1870年代後半は、アフリカの植民地化は低調な時期であり、多くの国はこの地域に関心を示さなかった。この中で当初から積極的な関心を示したのが、ベルギー国王レオポルド2世である。レオポルドはすでに1876年に、 国際アフリカ協会を設立してアフリ進出を狙っており、スタンリーを支援してコンゴ側流域に支配権を確立することを考えた。こうしてスタンリーはレオポルドの支援を得て1879年から1884年にかけて再度この地域を探検する。この探検においてスタンリーはレオポルドの代理人として行動し、コンゴ側周辺の市長たちと保護条約を 締結していった。一方、スタンリーの動きを見て刺激された、フランスも、この地域への進出を画策する。1879年、フランス政府の支援を受けて、ピエール・ブラザの探検隊が、フランス領ガボンのリーブルビルから出発し、小声川を遡ってから闘進して、丸コの北岸へとたどり着いた。この地に基地を建設し、ブラザビルと名付けた、ブラザは、ちょうど、 マレボコナンにやってきたスタンリーと会談し、コンゴ川北岸をフランスの勢力圏にすることを認めさせた。この探検の成果などをもとに、現在のコンゴ共和国や中央アフリカ共和国など流域の北部や西部はフランス領となった。スタンリーの方も、コンゴ川南岸を中心に探索を進め、レオポルドビル、現金車さや、スタンリービル、現、 キサンガニといった基地を建設していった。この探検の結果、コンゴ川流域のかなりの部分は1882年にコンゴ国際協会の勢力範囲となった。こうした動きに対し、川口部のカビンダやアンゴラを領するポルトガルが異議を唱え、1882年にはコンゴ川川口部の支配権を主張した。しかし、 ポルトガルは海岸部に点転として拠点を維持しているだけで内陸部には進出しておらず、イギリスの支持を得たものの他の列強はこれを支持せず、各国の思惑が錯綜していた。また、ベルギーは国家も議会も植民地を領有する意図を持たず、レオポルドの行動を冷ややかな目で見ていた。この利害を調整するために1885年にはベルリン会議が開催され、 今後側盆地の自由貿易と中立化、高校の自由を各国に保障することを条件に、今後国際協会の利権が認められた。これを受けて、今後国際協会は解組し、今後自由国として、正式に、レオポルド2世の資料となった。しかし、今後自由国では、造毛やゴムの採取のための強制労働が行われ、非常な暴政が敷かれたため国際的な批判を浴び、 1908年には、レオポルドの支配権は剥奪され、ベルギー領へと移管された。植民地時代には、両国政府は産業開発を積極的に行った。マレボコに面し、ブラザとスタンリーがそれぞれ建設した、ブラザビルとレオポルドビル、現金社社は、コンゴ川を利用した陸水運の結節点として開発が進められ、1898年には、 レオポルドビルとマタリを結ぶマタリ金社社社鉄道が1934年にはブラザビルとポアントノアールを結ぶコンゴーセアン鉄道をそれぞれ開通し内陸の産物を両都市に集積して海港へと輸送し輸出する体制が整えられた。コンゴ川には蒸気船が浮かべられ内陸周運が積極的に開発された。1960年ベルギー領は 今後民主共和国としてフランス領は今後共和国や中央アフリカ共和国としてそれぞれ独立を果たした。世界第2位の巨大な流量を持ちさらに流量の季節変動がほとんどない上、流量の最も多くなる下流部に大きな高低差が存在するため電力の端位置のない良質の水力発電源として古くから注目されてきた。推計では 今後側水系の発電ポテンシャルは世界の水力発電の総ポテンシャルのうち13%を占めサブサハラアフリカの電力需要をすべて満たすことができると計算されている特に注目されたのはリビングストンダキカ流にあるインガ急流である 12km の間に 96m も高度を下げるこの急流で1920年代にはすでに建設計画が持ち上がり 1957年に調査が開始された。計画では5つのダムを建設し、総発電量は34,500メガワットに上る計算であった。1961年の今後動乱によって一時計画は中断したものの、1966年には、モブツセセセ個政権により、リビングストン滝にンガダムが建設が開始され、1974年には、第一次及び、 第2次計画が完成し、2つのダムに14のタービンが置かれて発電を開始し、以後のザイール、現今後民主共和国の主要な電力供給源となっている。しかし、資金不足及び、モブツ政権の乱無役によって、第3次計画は実施されず、また電力も一時二次計画の計画上の数値の40である700メガワットしか生産されていない。また、 長大な送電線によって、産業地帯である南部のカタンガ州の銅鉱山に電力は送られているものの、それと首都近社災害の地域には電力は供されず、今後民主共和国国内では深刻な電力不足が起きている。しかし、送電線がカタンガを通って大陸南端のケープタウンまで繋がっているため、近年電力不足が叫ばれている。 南アフリカ共和国などアフリカ南部諸国がコンゴ川の発電に注目しており、1997年には南アフリカ共和国の主導によってコンゴ民主共和国が南部アフリカ開発共同体化名したのも南アフリカの電力公社エスコム社が提唱する南部アフリカの広域電力網計画のようとしてインガダムが位置づけられていることが理由の一つとなっている。 2004年には44000万4千メガワットの発電施設を建設するウェスタンパワーコリード計画が発表された。今後川で収運が可能な区間は大きく4つに分けられる。上流から順に上流部のブーカマからコンゴルの間の645キロメートル、キンドゥからウブンドゥの間の300キロメートル、中流部のキサンガニから、 近車差の間の1742キロメートル、川口部のまたぎから川口までの138キロメートルで、ある。交通インフラが未発達なコンゴ民主共和国や、周辺諸国にとって、高低差がなく推進の深いコンゴ川は重要な河川、交通路となっている。中部アフリカ最大の都市である、コンゴ民主共和国の首都近シ差はこの河川、交通網の結節点として建設され、 ここを起点に、中央アフリカ共和国の首都、バンギやコンゴ中部の大都市、キサンガニ、カサイ州やカタンガへの玄関口であるイレボなどに、オナトラ社などの定期船や貨物船が就航しており、同国の大動脈となっている。キサンガニとウブンドゥの間の急流には迂回路として鉄道が敷かれ、ウブンドゥからキングまでは再び船舶輸送が中心となる。衆運によって、 金車座に集められた貨物は、リビングストン滝を迂回するマタディ金車座鉄道によって、海岸から1 3 8キロメートル上流にあるマタディへと運ばれる。マタディからボーマを通り河口までの間は再び航行が可能になり、外洋船舶も遡上可能であるため、河口マタディは、今後民主共和国の主要防衛機構となっている。また、同様に、今後共和国の首都ブラザビルも、 同じ機能を持ち、コンゴセアン鉄道によって、海港、ポアントノアールへと連絡している。また、海を持たない中央アフリカ共和国においては、コンゴ川の支流ウバンギ川は、唯一の外国貿易ルートとして、非常に重要であり、大型船の入れる、同国唯一の港である首都バンギは、内陸港であるにかかわらず、最も重要な輸出港となっている。 今後川の名物となっているのが、連結式の押し船とも言うべきものである。これは、動力船一つの前方に橋気を二、三隻連結し、押しながら進むもので、橋気には多い時には千人以上が乗り込み、木山谷から金車差までの千七百四十二キロメートルを往復する。九百八十五年の時点では、下りが六日、上りが十日工程であった。 この船は輸送手段にとどまらず、沿岸の各村落にとっては重要な交易相手であり、沿岸から船が漕ぎ寄せ盛んに取引が行われる。運航スケジュールは遅れることが多く、合ってないようなものである。オナトラ船と日本では紹介されることもあるが、オナトラ社の管理する船舶は、現地では全てオナトラと呼ばれるため、この形式の船を指して、オナトラ船と呼ぶわけではない。また、 オナトラ社運行船以外にも、橋系など様々な船が、コンゴ川を往復している。コンゴ川本流には2つしか橋がかかっていない。上流域、ルクガ川とルアラバ川の合流点から下流にある、コンゴロノと下流域のマタディにあるである。コンゴロ橋は1939年に、ベルギー政府によって建設され、マタディ橋は1974年に、 日本の政府開発援助によって建設が開始され、1983年に完成した。マタギ橋の全長は722メートルであり、建設当時はアフリカで最も長い橋であった。この橋は、今後川南岸にあるマタディと北岸の今後、民主共和国領を連絡する機能を持ち、マタディ近所座鉄道を延伸して、北岸のボマ、さらには、 加工のバナナ港まで鉄道を建設する計画のもと建設された。このため、マタリバ橋は道路、鉄道併用橋となっているものの、延伸計画はその後の経済破綻や正常不安によって実現せず、さらに同区間の道路整備も同じ事情によって実現しなかったため、橋の機能は計画に比べて大きく制限されている。 今後民主共和国の首都キシャサと今後共和国の首都ブラザビルとの間は川を挟んで 2km 程度しか離れていないため何度か佳橋計画が浮上しているが実現はしていない。今後川の水上交通は慢性的に定員超過過過重積載した船舶により行われておりしばしば大きな人的被害を伴う沈没事故が発生する。 2014年の例では3桁の死者数が生じた事故は2回、3月に210人、12月に129人が死亡する沈没事故が発生している。今後川流域の住民はほぼすべてバントゥー系民族に属し、わずかに密林の奥にピグミー系の住民が存在している。創始国であったフランスとベルギーが共にフランス語を公用語とする国家でったため、 コンゴ川流域のほとんどの地域ではフランス語が公用語となっている。共通語としては、コンゴ川上流域のルアラバ川と呼ばれている地域では、スワヒリ語が共通語となっている。この地域でスワヒリ語は共通語なのは、19世紀後半に大陸東岸のザンジバルからスワヒリ商人のキャラバンが到達するようになり、スワヒリ公益権に組み込まれたためである。 さらに宣教師によってこの地域の教育言語として、スワヒリ語が採用され、伝播が加速した。キサンガニからキンシャサにかけてのコンゴ川中流域の共通語は、リンガラ語である。コンゴ民主共和国だけでなく、コンゴ川に面するコンゴ共和国北部においてもリンガラ語は、共通語である。もともとリンガラ語は、コンゴ川中流域のリンガフランカとして誕生し、成長した言語でり、 今後川中流域からの流入者と交易の増大によって、もともと今後五県であった金座においても二十世紀初頭には共通語はリンガラ語にとって変わられていた。リンガラ語は金座という大都市を持ち、さらに金座で誕生したリンガラ音楽の流星などに伴って影響力を拡大させている。リビングストン滝から下流は今後この地域である。この地域は 今後人の居住地であり、彼らの話す諸言語中から共通語として成立してきたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。